本全国の鹿を愛する皆様、こんにちは、メーナンです。はい、今日ご紹介したいのはこちらのですね、こちらのオトフラッシュ G171 です。こちらは窒素充填ができる光地獄です。はい、光地獄機って皆さんすでにお持ちの方も多いと思いますし、実際 3D プリンターのね、買った時に、小さな、光地獄機がついてきたり、それを使われている方も多いと思うんですけれども、結構光地獄って時間がかかりますよね。でかかるのに加えて、結構これ、皆さんはもう、ご経験あるかと思うんですけど、なんとなくこうしっかり割と長時間ね、30分か1時間かけたにもかかわらず、少しちょっとこうしっとりしていると、いうことが経験あるかと思います。で、こういうね、模型なんかではいいんですけど、やっぱどうしてもこういうね、トレーですとか、それからサージカルガイドですよね、こういったサージカルガイドになりますと、やっぱりどうしてもこの、一時的にもやっぱり口の中入りますので、やっぱり極力未重合層っていうのは体にもあまり良くありませんから、完全に取り去るってことっていうのがやっぱり大事になってきます。はい。これをね、確実に、かつ効率のいいね、光重合が行うためには、この窒素が大事なんですね。はい。で、なんでこの光しっかり当ててるのに未重合層が出てしまうかっていうと、これ酸素なんですね。酸素がこのありますと、この酸素っていうのは光を当ててもですね、その表面の重合をどうしても妨げるという働きを、悪い働きをね、酸素がしてしまいます。ですので基本的にはこの酸素を完全にシャットアウトした状態で光充填するのが、一番いいんですね。効率というか未重合層をなくすという意味では。で、こちらのオトフラッシュの G171 は当社が今販売しているデタックスっていうね、 3D プリンターの樹脂のメーカーさんが標準でお勧めしている光地獄機です。彼らの、YouTube なんかでもよく出てきますし、これ海外の、展示会とか行かれている方は 3D プリンターの、ブースターでよくこれもしかすると結構見られたかもしれません。非常にもうヨーロッパ、アメリカでは標準的に、販売されている光地獄機ですね。はい。こちらをですね、お求めいただけるという形で、当社も販売にこぎつけた形になります。はい。で、実際これですね、ちょっとやってみましょうね。はい。で、基本的にはセットしていただいて、使い方ですよね、こういった窒素のガスを入れていただいて、そして、光、100V で大丈夫です。 100V をセットしていただくだけなんです。で、スイッチオンにすると、ここでフラッシュ数をね、やることができます。これ当然は樹脂によってね、長い短いっていうのがあるんですけれども、例えばデタックスの、説明書だと、表線フラッシュ、裏線フラッシュをやってくれと書いてありますので、ちょっとね、線フラッシュでやってみましょう。はい。で、これね、今ガスのところ OK って言います。これ今予備ガス注入してるんですね。中のまず酸素を今追い出してるんです。で、これモードが3つあるんですけど、はっきり一番おすすめ1番です。これはいわゆる予備ガス、オーブンで言うと余熱みたいなもんですけども、完全に酸素をシャットアウトしてから光充填をフラッシュをね、当てるのをスタートする形のモードになります。はい。で、これが30秒やると今ちょうどねスタートしましたけども、30秒間、予備充填して、でその後60秒間、さらにガスが出続けながらフラッシュランプが光っていきます。で、60秒経つと、あとは窒素ガスがストップして、その後、フラッシュランプだけはやりますので、無駄のないね、窒素ガスが無駄なく、光重合で使っていただけるモードになりますね。今1000フラッシュですから、これ1秒間に10フラッシュなんですね。ってことはだいたい10度割っていただければ秒数になります。はい。ですので、これが60秒ですから、約400フラッシュになると窒素ガスが終わって、残りの400フラッシュは窒素なしでね、フラッシュだけで光充填を完了させていく形になります。はい。で、一応ちょっと説明しておくと、この真ん中の0にするともう窒素ガスなし、このフラッシュランプだけで光充合を行うモード、それから下の2にするとですね、これはもうフラッシュランプ、今ね終わりましたよね。はい。こういう形で、窒素が止まった状態なんですけど、一番下にやるとフラッシュランプとガスが同時にスタート、でそのままずっとフラッシュやってる間ずっとガスが出ますので、
やっぱりちょっとガスがね、一番よりは多めにかかってしまうケースがございますので、60ミリだとね、まあ1位でとりあえず問題ないと思いますね。おすすめです。はい、で、今やってますけれども、今これ今完全になんか酸欠状態ですよね。でフラッシュがバンバン鳴ってる状態です。で、エンドでね、ちゃんとピーピーとなりますので。で、開けていただいて、はい。なんかね、バッチリと、うん、サラサラですね。はい。いわゆる表面のね、しっとりとしたベタつきもなく、綺麗に光重合ができています。だいたいこれで1000フラッシュして、できればまあ、裏返してね、もう1000フラッシュやっていただくと、まあ、いわゆるメーカー推奨の、まあ、デラックスに関して言うとですね、なるんですけれども、まあ、100フラッシュでしょ。まあ、それでできてしまいますので、まあ、今までずっとこう30分とか長い時間かけてね、やってた方からするとかなり短時間で効率のいいね光需要法がやっていただけるということが見ていただいたと思います。で非常に光量というかフラッシュですので光重合の、まあ、いわゆる重合率っていうんですかね、速度も非常に速いと思いますね。まあ、光源もしっかりしていて、かつガスで酸素なしでね、できるというところがやっぱりこの、モデルが非常に標準的にね使われてるんじゃないかなと思います。はい、非常におすすめですね。 3D プリンターで、まあ、特にね、トレイですとかサージカルガイドとかね、そういったものを積層を予定されている方はぜひですねこちらの、まあ、窒素充填が可能な光重合機の導入というのをぜひ検討していただきたいです。本当にね未重合はなくなりますので本当におすすめというかもう、絶対使ってほしいですね。はい、これはドイツのね、メーカーさんから聞いたんですけども、ドイツではまあ、こういった窒素充填型の、まあ、効率のいい光重合機で、まあ、二次重合をかけないと、まあ、いわゆるトレイとかね、ああいうものは医療品としては認めませんよという、まあ、法律もできたというのも聞いてますので、そういった意味で、まあ、ヨーロッパでもねやっぱりこの二次重合は非常に大事だというのが、まあ、法的にもね言われているということですので、ぜひね、皆様もそういった意味でですね、窒素ガスのこの光重合機を使っていただければというふうに強くお勧めをいたします。はい、ではですね、YouTube チャンネルで名難ね新商品、どしどし出していきます。ぜひ楽しみにしてください。